はい、どうもゆきおです。さあ今回ねボルドーの、シャトーを巡ってきました。まあ、シャトーって生産者のことなんだけれども、ガイドさんをね頼んで、自分たちはちょっと今運転ができずに、まあ運転したと飲めないしみたいな、そういうのがあるので、とりあえずガイドさん雇って連れてってもらったっていう感じですね。ここはシャトーマルゴーかな、中には入れなかったかな。有名ななんか場所のスポットには車で連れてってもらって、でまあ外から写真撮ったり、まあ、少しお散歩して入れる部分は入ってみてっていう感じで、まあ、中まで入って試飲とかはできないんだけど、まあ、結構まだねブドウとかもなってるところもあって、まあ、結構この雰囲気やっぱすごいあったね。で車でバーッと、まあ、結構ね朝早いんだよね、早朝から出発っていう感じで、朝焼けが綺麗でね、やっぱブドウ畑はこの映えるよね自然の中に映えるよね。では到着したところで、ここは中まで見学したね、シャトータルボっていうところかな、サンジュリアンという村にあるシャトータルボですね。非常にやっぱりブルゴーニュと全然違うよね、もう規模感がもうすごいから。これでいろいろ説明してもらったりして、テンション上がるよねこういうの見ただけで。このこういう設備とかやっぱすごい、なんかこれ結構新しくできたっぽくて、お前なんか、っていうね。では、試飲もするし、させてもらえるかな。まあ、これはちょっとテイスティングフィー、見学料みたいなのを少し払うんだけど、それでもテイスティングできるかな。まあ、いろんなシャトーの歴史とか話を聞いて、シャトー内の醸造設備とか見学させてもらって、で、最後にテイスティングっていう流れかな。ここはまあすごい有名なシャトーだから日本でもよく売ってるんだけどね、なかなかこうやってこれを飲むとまた雰囲気が変わるから面白いよね日本で飲んだ時の雰囲気とは違う気がするんだよね、なんかね気分の問題かな、そういうのって。ボルドーは本当になんかちゃんと申し込みをして、予約を取ってもらって、で行く時はなんか大体結構行けるっぽい、まあ、タイミングにもよるみたいなんだけどね、ちょうど収穫の後とかでタイミング悪くてちょっと今回はダメですって言われたとこもあったから、まあ、意外とこうやってガイドさん通してやればいけるっぽい。ここもすごいいいシャトーだったね。もうお城感がもうすごいよね。これピションバロンか、ピションバロンっていうシャトー、さっきとこのさっきのシャトータルボとこのピションバロン2つ見学したかな今回は。まあ、これもまた規模感がねすごい、ポイヤックっていう村なんだけど、まあ、ここはちょっと行きたいとこだったから事前に頼んであって、でそれはここはちゃんと許可が得たので見学できたっていうことね。これすごい好きなところなんだよね。だから雪は多分ここの入ってるとか興奮してるね結構もう醸造設備もうほんとすごいよねこの量で、綺麗な景色なんだこれが、綺麗なんだ。そう、まあ、ここでもいろいろ見学した後に最後テイスティングさせてもらえるっていうことでね、まあ、こう説明聞きながらテイスティングできるからすごく分かりやすくていいよね。まあ、分かりやすくてって別に俺フランス語は分かんないけど通訳ガラさんが通訳してくれて聞いてるだけだけどね本当にフランス語正直全然俺話せないから挨拶ぐらい、あとはどうにか強引に英語で通すっていうやり方で旅行してるから、フランス旅行もそうなの、全然フランス語分かんないんでねちょっとぐらい勉強しとけっちゅう話やね。あーまあね、そしてテイスティングですね。ここは3本出してくれたかな。はい、で車で連れてってもらって、ここはねシャトーラフィットロトシルト、もうこれはね俺めっちゃ好きなんだけど、ほとんど飲んだことないけどね、1時間しかないけどめちゃうまい。このセカンドもめちゃうまい。あーすごいいい景色だ、最高です。ボルドー、はい、で最後ランチをこれ食べて、パパッと食べてボルドーの見学終了でございます。はい、で今回もご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。